どうも北澤です、えー、毎週おなじみになってまいりました WIN5 予想今日は10月14日月曜日の予想をしていきたいと思います競馬ナビゲータータ、まあ、その前に日曜日週箇賞の振り返りをしたいと思いますがクロノジェイス強かったですねまあ戦前は調教が怪しいとか、まあ、一部そんな話も出ていましたけれども終わってみればクラシック3着内容を確保してきた実力 そして土曜日の雨で力の入れ場場になったことも良かったんでしょうか。まあバゴ後3区ということで決闘的背景も良かったかなと思います。まあ僕はちょっと正直ここを叩いてエリジョ狙いなのかなと思って <laughs> 切ってしまったんですけども、本当に強くて、えー、びっくりしました。まあそんな感じで週刊賞は残念だったんですけども、気を取り直して今日は不中品バステックスもあるということでウィン5予想をしっかりやっていきたいと思います。 では、この番組初めての方のために、まあ、ちょっともう WIN5 予想企画始まって3週間ぐらいですが、テーマは予算2000円前後で WIN5 的中を目指すということを目標にやっております。で、やはり2000円前後ですと、2221 2で1600円とか、322221で2400円とか、まあ、そのあたりで毎週やっております。まあ、どうしても焦点数なので絞る1のところが出てくるんですけども、 そこはバチッと割り切ってやっていきます。で、もちろん焦点数だから全部1、2番人気とかいうことではなくて、えー、穴も入れてますのでご安心ください。まあ、いつもの週末予想動画見てくださってる方は知ってると思いますが、僕は穴場圏、穴は大好きですので、えー、そのあたりちょっと最後まで楽しみにご覧いただければなと思います。では、早速1レ目、小選挙特別から。でここは桜ありうるとロジティナにしました。 ま差し不利な展開で、まあ、その桜龍に関しては先、えー、その中山ダート1008の2着も、えー、そしてその前、えー、新潟のダート1008からの後方を追い込んできたレースもどっちもまあ結果的に前が有利なコースだったり、えー、前が有利な展開の中を差し込んできてき、えー、たというのはちょっと評価できるかなと思いますでもちろんじゃあ東京ダートに代わってより 差しだから生きるぜと言われるかとまあ、そう単純ではないんですけども、えーまあ、データ的にはこの2100は前よりということでそこは不安要素ではありますただ今回の他の間との能力比較だったり充実を考えて桜流流本戦でいきたいと思いますでもう一頭ロジティナ、まあ、こっちは先行なのでそういった意味ではちょうど対局で安心なんですけど、えー、前走こそ崩れましたがそれまではダートで本当に安定した走りをしておりましたで えー、福島で2着来たレース、そしてその前の東京のレース、これまさ特別も、前は比較的先行したも厳しい流れの中粘っておりますので、そのあたりの力、ここは見直して買ってみたいと思います。では、2レース目、京都大原ステークス。ここはちょっと結構穴ですね。ドリームソロチャーとアルメリアプルームで、ね。ここは上位人気が、 まあ、昇級だったり休み明けなどちょっと不安要素あったので攻めてみましたあらなんですけども京都芝2000の実績とと適正重視で臨みたいなと思いな思ますでやはり今日の競馬見ても、まあ、土曜日の雨の影響でやや重とはいえやはり多少時計かかって力が入りそうな感じはするので決闘的背景からもここらの馬はいいかなと思いますのでこのレースはこの2頭で勝負したいと思います そしてでは、ウィンスリー国立特別。ここは、アンリミットとベストアクターで攻めます。アンリミットに関しては、前数は前残り、プラス休み明けということで、ちょっと惨敗してしまったんですが、その前、3戦連続2着なんですよね。まあ、それはやっぱり相手関係うんぬん差し引いても、言及で3戦連続2着は評価したいと思います。で、東京、この舞台も得意ですので、 戦で買いますであとはベストアクターですねでここもやっぱディープサンクさらに戦ってきた相手がディープ V ランテレノーアということで強いなと思います、えー、ただ優秀でちょっとまあ失礼な話柴田義時騎手ということでですね、うん、まあもちろん一時期は本当にリーディング取っていた騎手ですしその頃お世話になってましたが最近の勢いでねちょっとあんまりねえー、というところで安情若干不安でありますがそれでも能力 強さを考慮してベストアクターも抑えておきたいと思いますでは続いてウィンフォ4オパールステークスでここに関してはハウメアとメイソン・ジュニアで攻めたいと思いますあのそうですね正直あの人気2等を受けるのは非常に怖いんですけどもうんミラー・アイトーンと ですね、まあ、このレースに関しては過去10年を見てもやっぱり直線一球は効きにくいということでエシ心デレムは魅力的ですし好きな馬なんですけど団長の思いで切りましたでミラート棟に関しては充実度、まあ、前走で連勝止まったとはいえ潜在能力高いですしこの馬をどんどんもっと上に行ってほしい馬だと思いますただ連勝してきた馬が連勝止まった後とというのは案外人気になって負けるってことも多いですし 京都芝実はあんまり浜中騎手がそんなに数値的には得意ではないというところで思い切って12番に蹴ってみましたでウメ屋に関しては、まあ、能力的にはオープンでもずっとやれ,るやれるなと条件性の時から思ってきましたで札幌、まあ、北海道で勝ってるということもあってえーまあ、時計のかかる場はもうそんなに苦にしないと思いますそして何より 1200m では過去全て4着以内ということで適性高いですね そして、メイソンジュニアの方に関しては、まあまあ、実は3歳の時にニュージーランドトロフィーで、実二着歴があるんですね。なので、もちろんここに入っても角負けはしないですで。あんまり内枠に先行場がいないので、そもそも京都芝千2の基本、内枠の先行場からということで、えー、なんかみんなが牽制したり、ごちゃごちゃしてる間にスイスイといっちゃえば、メイソンジュニアチャンスあるかなと思って買ってみます。では最後、府中頻馬ステークス。 ここはスカレットカラーで勝負したいと思います。で、あの一応断っておくんですけど、別にこのスカレットカラーが今日一番自信あるから1点とかではなくて、ちょっとどっかで1点になると16点にならないので、まあいろいろ考慮した結果、ここじゃ1点にしようという団長の思いなんですけども、えー、まあでもまあそれを置いといて今年に入ってからの充実度は非常に高いものがあると思います。もちろん大歌賞出たりとか、えー、クラシック戦線、 トライアルレスも含めて走ってきた経験とか力は高いものがあると思います。でまあ去年まではちょっと切れ味不足だったりなんかちょっと甘いな爪山だなというイメージあったんですけど今年に入ってきたからもちろん展開とかラップ構成が向いたのもありますけれどもそれ差し引いてもやっぱりちょっと力強くなってきたかなとクイーンステックスに関しても札幌で上がり33秒4ということで非常にここは。 評価できるかなと思います。ね、もちろん、お金がある方は、ラッキーライラック、えー、押さえておいた方が、もちろんいいと思います。ただね、えー、そこの、えー、人気、1、2番人気、想定1、2番人気ではない、1800メートルでの勝利実績、ということを信じて、想定3番人気が考えられる、このスカーレットカラーから、ここは勝負していきたいと思います。ということで、 ウィン5、今週、22221で16点ですね。うん、まあね、あと1等買えば3200円で、普通品バステックスも安心して見られるんですけども、まあその前に、ね、そもそも全部当たるかどうかはわ、えー、かりませんが、やっぱり毎週買うことが大切じゃないかと僕は思います。なので、毎週やることを考えると、16点か24点くらいが制限かな、限界かなと思って、ここのテーマでやっていきたいと。 思いますでは今回は10月14日月曜日のウィン5予想をしてきましたまた来週以降ですね基本的には土曜日のこの深夜12時近くにアップするようにしておりますのでよかったら来週以降もお願いしますまたその他通常の日曜のメインレース自慢予想も毎週やっていきますので初めて見たよという方は是非チャンネル登録そしてグッド評価合わせてお願いします では最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。